こんにちは、海外ドラマを愛してやまないシエルです。今日はですね、海外ドラマのおすすめランキングをね、紹介したいと思います。最近ですね、Hulu さんで面白い企画をやっていたんですよ。それがこちらです。はい、Hulu 海外ドラマビンゴ、見た海外ドラマのタイトルにチェックということで、こちらは Twitter と Instagram のストーリーズでやっていた企画で、で、私もね、これちょっとやってみたんですよ。どの作品見たということで、こちらは Hulu さんで配信されている作品、載ってるんですけど、ちょっと読み上げていきますね。ビバリーヒルズ高校白書、ビッグバンセオリー、スーツ、ハンドメイズテイル、ジ・オーシー、ハンニバル、チャック、プリズンブレイク、ゴシップガール、ゲームオブスローンズ、ウェントワース女子刑務所、エレメンタリー・ホームズ&ワトソン・イン・ニューヨーク、フレンズ、24、ドクター・フー、ウォーキング・デッド、チェックを入れてビンゴにしようという、そんな企画なんですけれども、はい、私もね、見た作品にチェックを入れてみたので、私のビンゴがこちらです。たくさんビンゴになってるんですが、一つだけ見てないものがあって、それが、ドクターフー。そういえばドクターフー見てないなと思って、ドクターフーはですね、1963年からイギリス BBC で放送されている世界最長の SF テレビドラマシリーズ。私、海外ドラマ好きになって12年ぐらいなんですけど、海外ドラマを好きになった時に、ドクターフーはね、見たいと思ってたんですけど、私は海外ドラマオタクなので、見るなら一番最初から見たいと思ってたんですよ。そしたらね、その当時ね、シーズン1から見れるね、視聴方法っていうのがね、当時なかったんだよね。その時動画配信サービスもない、TSUTAYAとかのレンタルもない、もしかすると CS 放送とかで放送されていた可能性はあったんだけど、それとちょっとこうタイミングも合わずで、ドクターフーをね、すごい後回しにしてた結果、見れずに終わってしまった。そしたら Hulu さんで、配信されているっていうのはこのビンゴを見て知ったので、これちょっと見るきっかけになったなと思って、一応ね、こちらね、26シーズンの694話ってことかな。これ694話だよ、やばくない？旧シリーズテレビスペシャル新シリーズっていう風にビンオフみたいな感じでいくつもあって、26年間続いたというかなりの長寿シリーズですね。私のこの部屋、海外ドラマの専門部屋なんですが、ここに DVD が4000もあるんですけど、ドクターフー自体の DVD がリリースされてなくて、唯一この前伝いに置いてあるのが、そのドクターフーのスピンオフシリーズ、秘密情報部トーチウッド、このね、DVD だけはあるんですよ。Hulu はどこから配信してんだろうな。Hulu さんではシーズン11までと、あと50周年記念スペシャルの作品と、トーチウッドも、一応配信されてますね。私はそのドクターフーだけちょっと見れてないんですけども、こちらのビンゴに載っている16作品って Hulu さん的に推しの作品だと思うんですよ。今回はこの16作品の中から、私シエルの海外ドラマ今日が選ぶベスト10を今日は発表したいと思います。6作品はちょっと入ってないんだけど、じゃあ第10位からいくね。もう、トントントンと発表していきます。第10位ゴシップガール、第9位フレンズ、第8位チャック、第7位ウォーキングデッド、第6位ハンドメイズテイル、第5位ウェントワース女子刑務所、第4位24、第3位プリズンブレイク、第2位ビッグバンセオリー、第1位ゲームオブスローンズ。はい、ということでこちらが私のベスト10です。こちらね、ちょっと私の今の気分なんだけど、この16作品の中でいろいろ考えた結果、こちらがベスト10の、1位がね、ゲームオブスローンズということで、こんな感じのランキングになりました。 Hulu さんでドラマ見たいなと思ってる方のね、参考になれば嬉しいです。全てをトータルした上では、やはり第1位はゲームオブスローンズかなと思います。もうとにかくスケール感がすごい、映像美、そして人間模様。はい、というわけでね、こんな感じのベスト10になりました。せっかくなのでちょっとさ、Hulu さんで調べてみよう。ゲームオブスローンズ、こちら HBO の作品なんですけれども、はい、大人向けシリーズですよ。はい、大人向けシリーズ。ドラゴンが登場したり、ちょっと魔法的なね、
こう部分もあるんだけど、その人間同士のバトルが本当に面白い。家族だろうが誰だろうがもう容赦なく戦うんですよ。海外ドラマ史においても最高傑作って呼ばれてますね。で、私個人的にはね、すごいビッグバンセオリー推しなんですよ。気楽に見れるコメディドラマなので、隙間時間にね、チラって見たりとか、あとちょっと暗い気持ちになってる時とかに笑いたいなと思ってる方におすすめの、オタクは世界を救うという、そんなシリーズです。プリズンブレイク24に関しては最近出した動画で海外ドラマ四天王について話してるんですけれども、まあ、そちらのね、四天王にも入ってるのがこちらのプリズンブレイク24、この2作品でまさに海外ドラマの代表作と言っても過言ではない作品の2つですね。今年日本でも24に関してはリメイクされる予定なので、キャストがどんどん発表されてってね、ちょっと見たくなってる日本版。はい、なのでね、先にねこちらのオリジナルの24見るのをおすすめします。まあ、プリズンブレイクはね、プリズンをブレイクしてプリズンしてブレイクしてみたいな感じなんだけど、とりあえず第1話見たらみんなハマると思います。第5位のウェントワース女子刑務所、オーストラリアのテレビドラマシリーズということで、これめちゃくちゃ面白いんだよね。女子刑務所を舞台に囚人や監視たちの権力争いや絆を描いたサバイバルシリーズということで、なんか最近世界の女子刑務所ドラマみたいな、まあちょっとブーム来てんのかな、いくつかあるかと思うんですけど、このウェントワースが一番かもしれない。なんか結構過激な描写もあるんだけど、他の刑務所ドラマに比べるとマイルドに見れる方かな。あのね、これ面白いのは、その囚人と監守、この監守部分にもかなりフォーカスされてて描かれてるの。まあその刑務所っていうのが一つの家族みたいな感じで、こんな泣けるの。時にやっぱ囚人と監修がちょっとこう協力したりとかするんだけど、プリズンブレイクは主に脱獄なんだけど、ウェントワース女子刑務所に関しては他人同士なんだけど家族の絆みたいな感じで描かれてるのがすごい好き。その刑務所の心理として入ってくる、まあ、主人公の女性がまあ母親なんだけど、いや母親とかこう守るべきものがある人間は強いなって思わされる。これは本当おすすめ。現在ね、Hulu で見れる作品の中ではかなりのこう目玉作品っていうのかな、注目作だと思います。 Hulu 入ってる方はぜひこちらご覧ください。ハンドメイズテイルはかなりね、重すぎる。海外ドラマ上級者向けかもしれません。この作品見ると結構心ズドンってくるんだけどね、考えさせられたね作品ですね。シーズン3まで私見ちゃったんだけど、泣いた泣いた、最後泣いた。ただこれまだ続いてると思うんでね、ちょっと続き楽しみにしてるんですけれども、環境汚染によって女性の不妊率が高まってしまって、どんどんね子供が産めなくなってしまうんですよ。でだからこそ子供が産める人が、まあ、貴重になってくる分、そういう人たちがちょっとこう奴隷扱いみたいな感じにされてしまって、まあ自分に子供がいてもそれと引き離されて、その子を産むための人間みたいな感じの扱いをされてしまうんですよ。そこでね、どう立ち向かっていくかみたいな感じの作品なんだけど、この作品は全然ハッピーじゃなくて本当に重いんだけど、でもなんかそのね環境下の中でもね、たくましく生きるみたいな、そんな強いメッセージがある作品です。ぜひ見てほしい。あのウォーキングデッドに関してはもうちょっといろいろ突っ込みどころありすぎて、だけど気になるから見てる。だからどこに進んでいくんだろうなとか思っちゃうんだけど、そう。でもやっぱりさ、長く見てるからさ、気になっちゃうんだよね。チェックはコメディアクションドラマで、オタクがスパイになるっていうシリーズで、海外ドラマをね、あまり見たことない初心者の方にもおすすめです。はい、あとフレンズ。フレンズはね、こう笑い声が入ってるシットコムシリーズで、女さん男さんの、まあ、男女の友情だったり恋愛だったり、まあ、いろいろ、ね、繰り広げられるんだけど、フレンズはその日常的ななんかこう出来事を描いてるから、結構これね英語の勉強で見てる人多いって聞く。私フレンズはなんかなんとなく見てて、シーズン5、6ぐらいからすごいドハマりしたかもしれない。まあ10位ギリギリに選ばれたのがゴシップガールということで、テレビキラキラ恋愛ものですね。ブレアに憧れて私も一時期カチューシャつけてた。ゴシップガールもさ、ちょっとツッコミどころ多くてさ、なんか恋愛における世界が狭すぎる。もう本当にこう身近にある人同士で恋愛するからさ、またそこくっつくかみたいな感じで、ちょっとツッコミどころ多いんだけど、ガールズドラマとしてすごい人気なんだろうなって私ずっと思ってたんだけど、結構これね男性もハマるんだって。だからあの男女問わずぜひゴシップガールご覧ください。せっかくなので Hulu の中の、現在のランキングちょっと見てみましょう。それ入ってきた。おー、なるほどね。じゃあ今現在の Hulu の公式サイトのランキングを発表しましょう。第10位ホームランド。
新シリーズ始まったんだよね。いやホームランドに関してはさ、シーズン3ってさ、えみたいな、このまま続くってなったんだけどね。はい、さすが入ってきたね。第9位ブラインドスポット、関係ないけど私ブラインドスポットの T シャツ2枚持ってる。第8位パーソンオブインタレスト、おおいいね。お意外なの来た。次第7位ゴースト天国からのささやき、あれ私途中までしか見てないかな。はい、人気なんだね。第6位ゲームオブスローンズ、スーツ、あのビンゴにもスーツ入ってたよね。第4位プリズンブレイク、第3位ニューヨークガールズダイアリー、見てるよ。第2位クリミナルマインド、はい、で第1位ウォーキングデッドということです。ニューヨークガールズダイアリーとホームランドは新シリーズが配信ということでランクインしていて、海外ドラマ四天王を決めようっていうね、私の勝手な企画でね、クリミナルマインドとパーソンオブインタレスト、この2作品はすごい人気なんだなって感じていたから、そうそう、やっぱファンが多いね。はい、というわけでね、やっぱりこうねランキング上位にあるものっていうのはね面白いんじゃないって私も思うのでね、ぜひ皆さん気になる作品があったら見てみてください。ということでこのニューヨークガールズダイアリーはね、私も結構推しの作品で、これはHuluプレミアで、ニューヨークを舞台に人気女性誌スカーレット編集部で働く20代女子3人の日々の奮闘と成長を描く物語ということで、編集長ジョアンナ・コールズの半生をもとに描かれるということなんだけどね、このねボスがねとても前向きな考えさせられるメッセージをね言ってくれるのよ。仕事頑張りたいなって思ってる人とか、あと新しい生活をね始めてちょっと不安だなって思ってる方たちとかはね、この作品おすすめです。すごいパワーもらえると思います。今回はまあ Hulu で配信されている海外ドラマのまあランキングを紹介しました。私毎年海外ドラマベスト50とかベスト100とか選んでたんですよ。ただもう今作品数が多いすぎちゃって、あとなんかこうシーズン1しかないものとかと、やっぱシーズン12ある作品とかだと、やっぱこう天秤にかけた時にやっぱ重みが違いすぎちゃうんだよね。そうだからこうランキングにするのって難しいなと思って、そうすごい悩んでたんだけど、今回あのその Hulu さんの面白い企画海外ドラマビンゴっていうのをねちょっときっかけに、なんかこの中だとランキングどうなるかなっていうのをちょっとワクワクしながら考えていたので、皆さんのお気に入り海外ドラマベスト3や、ね、一押しドラマがあればぜひコメント欄で教えてください。というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。